ナタリア・ギマランエス。ナタリア・ギマランエスは、ブラジル出身のモデル、ミス・コンテスト勝者。身長5フィート9インチ。ミナスジェライス州の州とベルオリゾンテ育ちの一人っ子。建築の道を志している。ナタリアは2006年にミス・インターコンチネンタルに、出場しセミファイナリストとなったほか、ミス・フォートジェニック賞を受賞した。2006年12月。 ミスミナスジェライスに選ばれ、ミスブラジル選出大会に出場する権利を得た。その後、2007年2月14日に中国で行われた第14回トップモデルオブザワールド大会に出場し、参加した51人のモデルの中から見事第1位に選ばれた。2007年4月14日、ミスブラジル大会で優勝し、ミスユニバース世界大会出場権を得たため、 トップモデルオブザワールドのタイトルは第2位のミシェル・デレオンに譲られた。2007年5月28日、メキシコシティで行われたミスユニバース2007において、ナタリアは水着審査で9.560で、同審査第1位の森道代にわずか0.039の差で2位につけた。続くイブニングガウン審査では9.599と第1位のスコアを出した。 インタビュー審査では、米フィギュアスケーターのミッシェルクワンから、ハートとマインドとどちらに従って生きるべきであるかという、質問を受けた。ナタリアは優勝した森に次ぎ、ミスユニバース総合を第二位に選ばれた。ありがとうございます。